早く海、海に行こう。正午も早く免許取れるといいね。ほらさ、シン、彼今旅行中だから今のうちに取っておけば彼に一歩リードできるよ。うそうそ、めちゃくちゃ意識してる。シン、今頃どんな景色見てるかな。それあ、そっか、すごいね。本当にインターネットって国境はないんだよね。元気だって。主人様の話をしてるって分かってるんじゃないかな。変なこと教えたのね。そう。え？さあ、どうかな？どうして命令口調なのよ。私はまた乗りたくなったらいつでも乗るよ。一生チャリンコ一筋で行くんだ。怖いよ。昔一緒に事故現場見たことあったよね。あの時はこんな気持ち考えたこともなかった。何？うん、そうだね。私はそれにね、私自身がすごくまだ生きていたいよ。なんでかな、不思議だよ。前よりもずっとずっと生きていたいと思う。うまく言えない。前とは世界が違って見える。すごくこの世界に未来あるもん。
生きていたい。この世界が好きだよ。中学の時一緒に見た事故はね、イカリン情報によると両者とも千早の人だったんだよ。魚力の方の人はダメだったんだって。バイクの方の人は足をね。うん、鮮魚店だって。ほら覚えてない？魚が、荷物が散らばってたよ。身近な人同士の事故はもっと嫌だろうね。辛いよね、それ。ん？え、何？別に、何？そう。ね、ねえ。ショーゴ、音楽かけよっか。まさかこのライブを隠し撮ってた人がいるなんてね。録音されてんだもん。
あのね、真夏の海は厳禁なの、私の場合。だから日差しが強くなる頃には海に行くなって事務所から注意されてるわけ。日焼けするからだよ。いろいろモデル活動に支障をきたすの。わかった？アホね。必要大ありだよ。私は人生を退屈にするためにモデルをやってるんじゃなくて、生きてることを楽しみたいのよ。キャー！やめて！お。そうだ、捨て身の汚染。スカートとブラウス、どっちがいい？そうか。セクシーなスリットがお似合いですよ、お兄さん。行くぞ。お前何見てんの？正午のエロ。ピックじゃなくてさ、こっちに注目してくんない？どう？かわいい？かっこいい？何それ。これ事務所に許可させるのめちゃくちゃ大変だったんだから、もうちょっとさ、女の子の喜ばし方研究したら？トモヤにアホな芸仕込むよりずっといいよ。いやいや、アンポンタンの奥様、これはモンシロチョウじゃございませんわ。小学生でもわかるじゃない。さすがにアンポンタンの奥様はお目が低い。バーカ。ショーゴ、君はもうちっとバカの程度を下げてくるよ。君のバカは最高に小さくて、わしはついていけんの。こっちが盛り上げようとしての、せっ
かく見つけた思い出の MD かけたのにの、君のバカの前にはせっかくのムードも調べちゃうよね。事故？何言ってんの？これ子供の時からあるじゃん。おでこにもあるよ。そう、子供の時から。正吾気づいてないから。私めいっちゃうよ。ほらね、全然分かってない。幼稚園の時一緒だったでしょ。私たちラブラブだったはずなのに、翔吾小学校に上がったらさ、他の女の子出てきちゃって、この浮気者。それも覚えてないの？3人でよく遊んだはずだよ。あの歯科伝での再会はショックだったよ。翔吾ったらすっごいそっけないんだもん。だから絶対こっちから教えてやるもんかってずっと気づいてくれるのを待ってたのにな。